アムハセラシエは、エチオピア帝国の皇帝である。ハイレセラシエ一世の息子として、皇太子となり、その後、三回皇帝と宣言された。1960年12月、父ミカドに対するクーデター未遂事件が発生し、その際に拘束されて、皇帝の称号を名乗らされた。1974年のクーデターで、父ミカドが退位させられた後、 1974年9月12日に臨時軍事行政評議会が本人不在のまま彼を皇帝と宣言したが本人はそれを正当なものと認めないまま1975年3月12日にエチオピア王政が廃止された亡命中の1989年4月8日にサンド皇帝と宣言された即位後の全命はヒズ・インペリアル・マジェスティ・エンペラー・アマ・セラシエイ エレクト・オブ・ゴット、コンカーリング・ライオン・オブ・ザ・ドライブ・オブ、ユダ・アンド・キング・オブ・キングス・オブ・エチオピアだった。アスファウ・ォッセン・タファリとして、1916年7月27日に、ハラールで生まれた。父は当時ハラール総督のデジャズ・マック・タファリマコンネン、母はメネン・アスファウだった。1930年11月2日に、父が皇帝に即位し、アスファウ・ォッセンは皇太子となった。 皇太子にはメリナズマックの称号とボロシューを与えられ自身の領地として統治することになった。彼は皇帝ヨハンネス四世のひ孫であるボレテイスラエルセオム王女と結婚し、イジカイフミコを授かった。1936年にイタリアがエチオピアに侵攻し、皇太子夫妻は他の皇族と共に亡命した。ボレテとは1938年頃に別居し、 最終的に1941年に離婚した。アスファウオッセン皇太子とエジプトオフアード一世1941年に皇帝ハイレセラシエが福井し、皇太子はエチオピアに戻った。そしてイタリア軍がエチオピアで最後に保持していたコンダールからのイタリア軍の総統作戦に参加した。皇太子はベゲムデル州とティグライ州の臨時知事を務めたこともあったが、 その間も、ずっと卸を保持していた。彼は、メドフェリアッシュワーク、アベベ王女と再婚し、マリアムセンナ王女、セヒン・アゼベ王女、シフラー・シュビズ王女、ゼラヤコブ王子を設けた。皇帝がブラジルを訪問中の1960年12月13日夜、陸軍このエ部隊司令官、メンギスト・ニューエーが、弟のゲルマム・ニューエーと共にクーデターを起こし、政権を掌握した。 クーデターの指導者たちは、皇太子アスファゴス戦を王宮に拘束し、翌朝、首都の大部分の支配権を確保した後、皇太子に父の代わりに定位を受け入れ、改革政府を樹立することを宣言する声明を、ラジオで発表させた。しかし、アスラテカッサ王子と参謀長、マレドマンゲ社少将が率いる、正規軍が翌日にクーデターを制圧し、 エチオピア正教会のアブナバシリオス総主教も反乱軍に協力した人々を破門すると表明した。12月15日に市内で戦闘が勃発し、反乱軍はアディス・アベバから相当された。反乱軍は退却前に政府要人の多くを虐殺し、王宮でも人質となった貴族たちが虐殺された。皇帝はエチオピアに戻り、12月17日に首都に入った。 皇太子は、クーデター中の行動は、反乱軍に強要されたものだったと説明したが、皇太子は、以前から自由主義的な見解を示していたため、クーデターに加担したのではないかと常に疑われていた。一方、皇太子の妻のメドフェリアッシュワーク・アベベは、クーデターに対抗する役割を果たしたとされている。1972年末、56歳になった。 皇太子は重篤な脳梗塞を患い、ロンドンやスイスで治療を受けた。皇太子には、妻と娘たちが同行した。脳卒中のために、半身不遂になり、歩くことができなくなり、言葉にも影響が出た。皇太子の余命が短い可能性があるとして、当時オックスフォード大学の学生だった息子の、ゼラヤコブ王子が、皇太子代行と推定相続人に任命された。 皇太子がまだ国外にいる1974年9月12日、陸軍がクーデターを起こし、父ミカド、ハイレセラシエを拘束し、皇帝から強制的に退位させた。ハイレセラシエは退位の署名もせず、皇帝としての地位の放棄もしなかった。クーデターの首謀者たちは、臨時軍事行政評議会を発足させた。デルグは、スイスで治療中の皇太子アスファボー線を、皇帝ではなく、 国王に任命すると宣言した。これは、アスファボス戦を立憲君主とすることを意図したものである。名目上は、1974年9月12日の父の強制退位から1975年3月12日の帝政廃止までの6ヶ月間、アスファボス戦はエチオピア国王であった。しかし、皇太子はその称号を認めることはなく、父の退位も受け入れなかった。 クーデターが発生した際、アスファボス戦は治療のためにエチオピア国外にいたが、以降も生涯エチオピアに戻ることはなかった。アスファボス戦は、ロンドンのエチオピア大使館に、間もなく、ロンドンに移住すると通告した。大使館は、デルグに、アスファボス戦がロンドンに到着した際、国家元首として迎えるべきか、皇太子として迎えるべきかの指示を求めた。デルグは、アスファボス戦は、 エチオピアの一市民として迎えられるべきであり、彼やその家族を皇族として扱うべきではないと回答した。デルグはその後まもなく1975年3月に訂正を廃止した。アスファウォッセンはロンドンに定住した。国外脱出に成功した他の元皇族もロンドンに拠点を置いていた。革命当時エチオピアにいた他の皇族は投獄され、その中には アスファボス戦の父である皇帝、ハイレセラシエ、最初の妻との娘である、イジガイフ王女、妹のテナグネワーク王女、おい、名、親戚、義理の親戚が含まれていた。1975年に、父ハイレセラシエ、1977年1月に、娘のイジガイフ王女が交流中に死亡した。元皇族が、最後に解放されたのは、1989年の、ことである。 1974年11月に新政府が皇室の元幹部ら61人を虐殺した際、アスファゴス戦は BBC の放送を通じて強い球団を発した。その声明は皇太子アスファゴス戦の名で発表されたもので、自分を父の代わりに君主とするというデルグの宣言を認めないとするものだった。彼は亡命中も皇太子の称号を使い続けた。 1989年4月8日、アスファウォッセンは、ロンドンの自宅で、亡命中のエチオピア人コミュニティのメンバーによって、アムハセラシエ一世の名で、エチオピア亡命皇帝に衰退された。彼の妻も、皇后の称号を使うようになった。皇位継承は、父が退位した1974年9月12日では、 なく、ハイレセラシエが亡くなった1975年8月27日からと、した。これは、デルグ政権が正当、または合法的なものとして行った行為を拒否する、ものだった。皇帝即位を宣言した1年後、亡命中の皇帝と皇后は、アメリカ合衆国バージニア州マクリーンに移住した。ワシントン DC とその周辺に、エチオピア移民が多く住んでいるためである。 1991年、エチオピアで、デルグ政権が崩壊し、エチオピア人民革命民主戦線が政権を握ると、アムハセラシエは、エチオピアの君主制回復を推進するために、モアンベッサ君主運動を立ち上げ、帰国の意向を表明した。しかし、ハイレセラシエの遺骨の発掘の後、ハイレセラシエのために計画されていた葬儀のあり方をめぐって、 皇室と新政権の間で紛争が勃発した。新政権はハイレセラシエの国葬を拒否したため、葬儀とアムハセラシエの帰国は無期限に延期された。アムハセラシエは長い闘病生活の末、1997年1月17日にアメリカバージニア州で80歳で亡くなった。1972年に患った脳卒中は完全には治癒していなかった。 当時、息子のゼラヤコブは、ロンドンに住んでいた。しかし、アメリカで行う葬儀の模試をするためにビザを申請したところ、それを拒否された。二度目の申請をした際には、もう二度と申請しないようにと言われたという。ロンドンのアメリカ大使館の広報担当者、デニス・ウルフは、ゼラヤコブがイギリスに住居を構えているにもかかわらず、米国外に居住地があることを当局に、 説得できなかったと説明した。その後、アムハセラシエの遺体はエチオピアに空輸され、アディスアベバのイタリ製三社大聖堂の皇族用の墓地に、総主教アブネパウロスによる葬儀により埋葬された。ウィキメディアコモンズには、アムハセラシエ一世に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。